ごめんねちょっと遅くなっちゃったお待たせしましたよいしょはいはいこんばんはありがとうとあだるまさんおめでとう昨日誕生日だったのおめでとうありがとう来てくれていい一年にしましょう ありがとうございます。店長す、ハリネズミさん、なおこさん、ゆうじもこんばんは。はまこ、トールも、風情ス、道でさん、ツットンゆのじ、サブちゃん、ひろさん、たてばいさん、アベッテえ、ありがとう。これなんかバレンタインのやつかな。えっとシャピシャピも。そうあのー、ついてーつもうついてね。<laughs> <laughs> ついて間もなくてバタバタしちゃったごめんねちょっと時間の計算ができなかったなべこちゃんあら元気ないのありがとう来てくれて日本あそうなの来れるんじゃない温泉 <laughs> がいつか <laughs> いつかおこひろさんのりすけさんガタガタさんスヌピーさんもジャックもありがとう今回はねあのー 飛行機です。飛行機単発、そのなんだろう。あのー、すぐまた戻る <laughs>、お仕事だったので。今回飛行機で帰って、あのー。来ました。愛媛にいます。ひかりちゃんも、伊野さんもありがとう。こんばんは。飛行機はやっぱり楽なの。え、全然ね、うん、なんだろう。会長が楽はか、かもちろんなんだけど。私は全然ハイエースが。 かなうん、そうなんかさあのー、笑えない話だけど気境持ってるから飛行機乗るの怖いんですよねちょっとなんか気境ってさ、あのー、気圧あんまりんかあれだからそう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 なんか髪の毛すごいボサボサしてだからそう笑えない話なんだけど <laughs> まあ多分大丈夫だけどなんかそういうのがあって飛行機乗るの不安なの割と。 だから、まあ、今回問題問題なく <laughs> でした何回乗っても怖いでもあのー、あれだよね離陸の時結構怖いよね普通にわかる深尾君もこんばんはありがとう来てくれてハイエースだったら10時間はかかるかな10時間から12時間そう気をつけるそうなんかあのー、気圧とかね あ未来ちゃんこんばんはありがとうしげりもこんばんは気日は手術私2回してるんだけどそれでも再発はなんかするなんか感じなんですよねそのなんか手術したら再発率下がるんだけどなんか私の気境が結構あんま関係ないからなんか全然またなるそう <laughs> めっちゃ平然と言ってるけどでもなんかあのー、なんだろう 結構その放置してる人も多くて何て言ったらいいのかなそのすごい重症じゃない場合なんかあのー、手術せずに普通に自然にするっていう人もいるから私もなんか今はそんな焦ってないんだけど近波さんこんばんはありがとうミニストップのここはうわーっミニストップ全然ないのよこっちあるかなありがとうあ近波さんもありがとう そう結構高く飛んだら多分その分あれだよねカズさんに行くときもこんばんは明日は外だと思う外外だと思うというか外しかないか外だね <laughs> うんそうそう今日痛い痛いうん1回目なった時はめっちゃ痛かったかなあの肺が半分になってたからその時はでもまあ2回目の時はなんかまあ動いたら 痛そうまあその後とのあれだよねその治す段階がい痛いよねでもなってる人多いよね結構割合女の子は少ないけどタカさん勝人さんもこんばんはありがとういやもうスキー全然できない <laughs> 全然できないスノボもできない そう半分でもなんか私お医者さんから聞いてあそうなんだって思ったんだけど入って1個でも生きていけるらしいから1個なくなっても大丈夫なんだって、まあ、あるけどそう「無理ありがとうこんばんは」「ピッチョーさんもありがとうお疲れありがとう」ひかりちゃんわかる私もなんかこういうなんか話をそのねなんか。 今,今となっては普通にできるけどなんかすごいねやっぱ改めて幸せだなって思う今が <laughs> うんなんか活動してるからこそ辛いことももちろんいっぱいあるけど活動してなかったら何も感じられないからそっちの方が辛いなって改めて思うねそうだからといってやっぱ耐えられない時は耐えられないけど今でもそうでもやっぱ健康がありがたい いや私明日弾けるかな <laughs> ギター <laughs> 明日弾けるかなギターめっちゃ手かじかむと思うんだけどめちゃめちゃ下手くそでも多めに見てください明日 <laughs> <laughs> やばいどんな感じだろうね楽しみ楽しみでめっちゃ楽しみでも、うん、楽しみたいと思います <laughs> え,えギター凍ったらまずいよねささんんんんウルトラタこんばんはありがとう そう明日ねお母さんが「あのー、そう雨,雨じゃない?」って言ってたそうそうそうだからあそうなのかと思ってえどんなあれだなどうだろうねどうかしらね雨なんかその屋根があるのかちょっとよくわかんなくてでも外なのは確かだからどういう感じなのかわかんないんだよねそういやさすがにいけないよねなかなかね あ、シータおうくんもこんばんは。ありがとう。あ、そうなんだ。桔梗のことも勉強してるえ。すごいね。そんな幅広いんだね。そんな幅広いのか？桔梗のことまで私もなんかなんか調べすぎると怖いけど、たまに調べたことある？<laughs> 震えながら演奏してるの見たかったって。<laughs> どういう趣味ですか？そね <laughs> でもわかる。なんかちょっといつもと違う感じのね。 だからなんかうまくできるまあうまさじゃないけど <laughs> ねうまくできるのかしらねひなっちゃんコクリムさんかなっちゃんもこんばんはありがとうありがとうなんかなんかねデッキなんかねあるんだけどそういうブースじゃないけどなんか、まあ、あるみたいなんだけどそういうところで多分スキーウェアを着てやると思うんだけどなんかどんな感じになるのか全然想像がつかないですねうん。 楽しみです池あの古城さんが池と何て言うんだろうこの愛媛戻ってくる時に古城さんが隣に座ってらっしゃって1個開けてたけど、まあ、隣に座っててでなんかあのー、まあ最初ちょっとたまに話したりとかしててでなんか <laughs> あのー、私飛行機の中でめっちゃ寝るんですよ。その 家にいる時とかよりも寝るんですよもうめちゃめちゃ。でひどいのね、まあ、ひどいというかその <laughs> そのすごい寝るのね。でえっとねとりあえず「鬼滅」をダウンロードしといて鬼滅を見ながら、まあ、知らんまん眠りについててで、まあ、離陸のあ離陸じゃ着陸のちょっと前ぐらいに目が覚めてあもう着くんだなぐらいな時でいつもまあそんな感じなんだけど。 本当にラサイ時代とかも結構爆睡してたんだけどで着陸して「あー着いた」ってなってで小嬢さんが「なんかぜん僕全然寝れなかったんだけど」って言っててで私はもうめっちゃすっ,かすっきりしてるのよそのめっちゃ寝たから「えー、あそうなんですか?」みたいな「<laughs> めっちゃ寝てましたわ」って言ったら「いやなんかそ,うそれでなんか僕全然寝れなかったから」 あのちょっと話し相手になってもらおうと思ってパッて横見たら <laughs> すっごい寝てたから <laughs>「おい!」って思ってって言ってて <laughs>「あーすいません <laughs>」って <laughs>「よくあんな寝れるね」って言われてなんか私そのなんだろうまあ古城さんが窓なりじゃないからご迷惑をおかけしてないんだけどもう何て言うんだろうもうすっごい傾いて寝るのねもう。 もうめっちゃガーってこう向いて寝るからそうだからなんかパッて見たらこんななってたから <laughs> まマスクしてるし顔は見えてないけどめっちゃ寝てたからびっくりしたらしくていつもそんな感じなのでも「愛珠さんこんばんはありがとう」来てくれて <laughs> いびきはさすがにかかんないけど <laughs> 保護してくれるいつもそうやって寝てる。 それで寝違えるやんかで寝違えるからそのえっとなんだろうなんていうんだろう今日だったらこっち向いて寝ちゃってたのねこっち向いて寝ちゃっててで目覚めてあやっちゃったなって思ったらその大体着陸のまあ1010 10分前か20分前かぐらいに目覚めるんですけどなんでそので着くまでにこっち向くみたいな <laughs> 意味あるか分かんないんだけど <laughs> ちょっと両方平等に <laughs> みたいな <laughs>。 <laughs> 感じでそう。f1 さんありがとう。こんばんは。ありがとう。そうなんか飛行機の中すごい寝ちゃうのでもただ。ただただその高校の時はもう本当に忙しくて。えっとどんな感じだったっけ？なんかあそうえっとね。前日の夜に飛行機でま愛媛に帰ってきてテスト受けてでテスト受けてから東京にまた飛行機でトンボ帰りしてレッスン受けて。 なんかテレビとかのね収録してでまた戻ってみたいな,なんかそういう感じのなんかあの生活やったからそれは寝るよねもう飛行機の中で寝ないと <laughs> やっていけないって感じだったから「そうネオさんこんばんはありがとう」って言ってくれてそうなんかこっちにいてたらこっちかなみたいな感じで <laughs> やってたけどそうで帰ってきましたなんかねでも その飛,行機で飛行機で帰ってきてでなんかその空港に親が迎えに来てでお家に帰るっていうのがすごい久しぶりの感覚でなんか嬉しかったなんかお,やんなそのお母さんが待ってて一緒に車で帰っていくんだけどその車でおち着くまでにすごいなんか見上げ話を、ね、するんだよね <laughs> 東京で会ったこととかをいろいろ話すんだけど。そそそうそうそう さっきさんテッシーもこんばんはありがとう来てくれてあドー後ビール見たよいいねあの私も昨日ちょっといただいたけどビールじゃないけどねやっぱこうライブとかした後とかだと美味しいですよねいやでもハードなのこそねうれしいというかねってことこではあるけどハイチーこんばんはありがとう来てくれてお疲れ様です で、明日はあのー、えっと熊槻ランド、まあ、ク熊ーランドなかなかちょっとね結構場所が場所やから来れる人はなかなかだと思うんだけど <laughs> 本当に来れる方感謝ですねうんあ電車か電車で寝るの私人もたれちゃいそうです,すごい怖いけど電車で寝たことあんまないかもしれないなんか寝れるほど慣れてないかも電車に さんこんばんはありがとう」来てくれてそうそうそうみかんホテルであえー、そうなんだえー、知らなかったそんな <laughs> ホテルで無料のあそうなのなんか私ねあのホテルにね愛媛で泊まることあんまりないから。 君が好きっって言っちゃうよ明日 <laughs> 明日いいやごめんなさい明日ね飛びたいけど飛びたいけど <laughs> 多分ねそスキーウェアにそスキーのその靴履くから絶対飛べない <laughs> だからもうなんか屈伸みたいになりそうな気がしますね <laughs> 屈伸運動みたいな <laughs> 感じになるんじゃないかな でもなんか本当に何だろういつものねいつもと違ったライブになると思うからすごい楽しみですね、うん、楽,し楽しもうね「なべちゃんこんばんはありがとう」来てくれてお疲れ様です、はい今日はねすごいお腹が空いてるんだけどお母さんがカレーを作ってくれたらしいですめっちゃ嬉しい カレーをバクバクク食べたいと思います <laughs> お母さんにあの東京にいる時に結構いろいろ相談してたんで結構そうでなんかこれは多分お母さん不足だと思って電話しようって何どっかの日の夜に言ってたんだけどお母さんが寝落ちしちゃって <laughs> 電話できなかった <laughs> 結局 <laughs> えカレーの人多くないわチキン南蛮すごい好きなんですよね私。でもなんかお弁当 とかかかでしか食べるなないかもなチキン南蛮ンってカレーなんかお母さんのカレー本当に美味しくて世界一世界一美味しくてだからコンビニとかで買わないんだよねカレーとかってあんまなんか家のカレーが一番美味しいって分かってるのに分かってるからカレーライスとハヤシライスはその外で頼んだりあのお弁当で頼んだりあんまりしない。そうじいさんこんばんこばはありがとう カ,ジさんカレーはね多分中辛ぐらいかな普通なんか全然辛くもないし甘くもないから、うん、あジュリーさんありがとうクッキーあそっかまだ2日目ですよねそうそうなんですよで私今日その朝結構早く起きてであの掃除を すする前に五等分の花嫁を見終わっったんだけどすっごい泣い泣ちゃった。私アニメ毎回泣いちゃうなんかどのアニメ見ても泣いてる気がするんだけど「五等分の花嫁」っていうアニメが多分漫画が原作かさあるんだけどで2期の最終回まで見終わってでその続きがちょうど 5, 5月かな5月に公開らしいから絶対見に行こうと思ってでも今回ただ仲間がいないので、まあ、1人で見に行こうかな。 アリシャさんこんばんはありがとうごと嫁って言うんだよねごと嫁その2期まで見てそうあ私「ワンピースねあのー、めっちゃ初期しか見てなくてでも泣いたチョッパーのとこで泣いたかな確かうん「ワンピースもそりゃ愛される作品だよねめっちゃ面白いしそう明日はもう最終回 もう全力待機してます。うん。<laughs> 私にこんばんは。ありがとう。そう、あ、みんな見てる。深尾くんどういう系。あ、なんて言ったらいいんだろう。え、なんて、なんか五つ子の話なんだけど。まあ、その五つ子と。えっ、ー、と、主人公の男の子が、まあ、一人いて。で。えっ、ー、と、まあ、その五つ子の家庭教師を、その男の子が、まあ、することになるんだけど。まあ、そこから、こう、だんだん仲間、仲が深まっていって。 最後どううななるのかなっていうでみんな多分その5つ子の中で推しがいると思うんだけど私もうね分かんないちょっとねまあでも四つ葉がねいい子すぎたな四つ葉がいい子すぎてたなそうい <laughs> かいちゃんついに気になってきた女の子絶対好きこれだけは言わせてほしい女の子は絶対好きだよこれなんせその人間模様がもう痛いもう辛い悲しいもう本当になんかその 悪役にもちゃんと人生があってでその柱とか炭治郎たちも結構残酷なんだよね全然そのハッピーエンドなのかなあれわかんないけどいハッピーエンドじゃないよねうんすごい泣くめっちゃ泣く漫画読んですごい泣きますねあかカネイちゃん久しぶりありがとうお久しぶり読んです <laughs> ありがとう鬼滅は 私はそうだったんだけど「なたぐモやま編」ってところがあってなたぐモやま編がまあその結構初,初期の方ではあるんだけどなんか1話からじゃなくてもまあ例えばだけどそこから見てハマったらまあ見るかなっていう気がするそだからそうだねなんか私はとりあえずそこから見てって言われて見てまんまとハマって。<laughs> で、そのまま無限列車に乗車したんで <laughs> そうね、なんか悪役にもちゃんとストーリーがあるっていうところがいいなって思いますねうん、そうなんですよ私、昨日の夜もね、全然寝れなかった昨日の夜何時に寝たかな4時とかか夜じゃないわ <laughs> 朝寝ましたね <laughs> 4時とかに寝て寝たそう でちょっと何時に起きたか忘れちゃったけどでアニメちょっと見ながらご飯食べてからもう2時間ぐらいかけてお部屋の中をもうピッカピカになんかなんかねあの磨くのが好きみたいで私結構「激落ちくん」とかあとお母さんに教えてもらったなんかすごい強力な,あのなんか汚れ落としシートがあるんだけどそれとかあれみんな知ってるか分かんないんだけどなんかあって。 なんかそ,それでめっちゃいろんなとこを拭くのが好きなのねどこ掃除したのえっとねあのー、あれあれ私蛇口ってさ赤がつくじゃん水赤みたいなあれをピッカピカンするのが好きでもう蛇,蛇口の部分はまずめっちゃきれいにするし水回りとかはもちろんやる愛知よくご存知で明日早いです。 もうわかるよねなんとなくそのリハーサルとか混ぜたら本番12時ってことはみたいな <laughs> その明日早いの結構でもあのさっき話した通り飛行機でしっかり寝ましたそこはねあの頭を使ってね今日は多分夜いろいろすることがあったりするからちょっと、ね、寝だめしておこうと思って。 私も見習うっていや多分ね自分でも分かってるんだけど最初だけだと思うこれ多分なんかそのね新しいお家で東京でねワクワクしてるからすごい大事にね自分の部屋をこう綺麗になんかするんだと思うけど <laughs> それだと思うんですけどなんか自分でもいつまで続くかなとか思いながらやってるけどやっぱ部屋が綺麗にするのが今すごい好きなのでもうなんかその洗面台の隅々もう一 なんかそのぜ全部の場所っていうかな蛇口にとどまらず全部ばきれいに拭いて激落ちくんとかそういうのでガーってしてトイレとかもピカピカにして <laughs> お風呂もピカピカにしてでキッチンが結構最近そのなんか前まで全然使ってなかったんだけど最近自炊するようになったからそれなりにやっぱ汚れるんですよね、うん、だからあのあれですねあの そういう汚れがついてると,ことかをいてでなんかキッチンのキッ,キッチン用具が結構ちら散らかってたから収納して改めて「す杉るさんこんばんはありがとう」来てくれてそうなんかまあそんな感じあゆうじそうそうなんかあのー、そうなってるんですよねなんかその愛媛に帰る前に大掃除するって感じになってるそのあまりにも気になる汚れがあったらその場でやるんだけど基本的になんか あの愛媛に帰るタイミングで寝る。朝方に出る時はその前日の夜にやって昼間出るって。時はその日の朝早起きしてやってって、ギリギリになんかめっちゃ俯瞰して帰った方があのね。いいなってすごいね。今回東京に行った時に思ったんでしょ。東京に行ってた只今会って東京のお家の電気パテつけて入った時にめちゃめちゃ綺麗で。 嬉しかったのねピ,なんかピカピカで物も,もなくてうわーってなったの<う>ガチで偉い泣ける <laughs> そうだよねなんかそのなんか昔から見てると成長したねってなるよね、まあ、昔それこそそもそも一人暮らししてなかったけどでも結構一人暮らしを楽しんでてなんかあれですねこうルーティーンみたいなのができてるから そそそうそうそう,そうでも私結構ねその夜に外出ちゃうから気をつけなきゃなと思って自分でも思うんだけど夜そのなんかどっかのお店に行くわけじゃないんだけど結構外歩いちゃうからなんかあの何誰かと電話したりとかするとかってしてなんかこう危険を阻止するようにはなるべくしてるけどね。うん モーニングルーティーンモーーニンングルーティーンはえーっとね、まあ、朝起きまず私はアラームをその本来起きる30分前にするんですよ。でこれ多分変だと思うんですけどその三十本当の起きる時間の30分前に設定しといてで、まあ、アラームで起きて「あ朝だ」で「ああと30分も寝れる」ってしたいから <laughs> それがために。 30分前に設定してもう一回目つぶってゴロゴロンってしてから改めて本当の時間に起きるみたいなもうこれ多分意味ないんだけど <laughs> まあなんかちょっとでも幸福を感じるためにやって起きてで基本私前日にご飯炊いておくんだけど朝炊くのめんどくさいからでもまあもし炊いてなかったら朝起きたらご飯炊いてなんか炊いてる間に顔洗ったりとか。 して朝あでサポチャを返してあ分かる人いたよかった分 <laughs> かる <laughs> そうやひろさん二度寝できないんだよでも結局なんか目つぶってるだけなんだけどそうでえっ、ー、とサポチャ返したりとか SNS はなんかその結構一時期なんか見すぎて疲れたりとかなんかねその 余計にこう無駄に見ちゃったりとかしたからなんか最近はその角には見ないようにしててまあでもそのエゴサも大事だからするようにはしてるんだけどなんか朝っぱらとかはそんなに見ないかうんそういいいいものだけ見るように <laughs> できたらいいんだけど結構そうやってして朝朝でも何してるかな結構。 なんかでもアニ,アニメつけてるかもしんない結構その朝の準備の段階とかでもアニメつけてアニメ見ながら準備してご飯が炊けたらご飯食べて、うん、なんかオフの日とかは本当にすごい素朴な <laughs> 一日を <laughs> 送ってますねオフは完全に最近は結構ノープランなことが多いので。 なんかファミレス行こうかなと思ったらファミレス行くしカフェ行こうかなって思ったらカフェ行くし、うん、なんかこの前とかは近くのパン屋さんがずっと気になっててなんかどうせしばらくここに住むし一回行ってみようかなと思って一回行ってめっちゃ美味しかった買って帰ったらすごい美味しかったですそうなんですよねえ一握りのものこそ気になっちゃうけどダメだなって思うなんか そ,こそれにとらわれてもっと素敵な言葉を見つけ出せない時があっていやハイチ私ながら行動やばいんだよねながら行動しかしてなくてなんかね本当にやばいと思うな,な,な,なんかね何してたかな私全部やろうとするからなんかこの前ほんとに欲張っちゃってアニメ見ながら本読み始めてであと聞きたい音楽もかけて。 ココアも飲んでなんかでしてる時に「あこれダメだわ」ってなってふと駄目に決まってんだけど <laughs> 絶対どっちか筒抜けになってるし <laughs> 絶対ダメだなと思ってどっちかにしたんだけどながら行動しかしてない私なんか一石二鳥にしたくてそうあっヒロさんわかるあの目覚ましより早くなんか何かを感じ取って起きちゃうとかあるめっちゃ。 私結構その眠りが浅いのかな起きる寝起きはいいんですよねその結構すぐパッて起きるんだけど、うん、聖徳太子に慣れてない慣れてないんだけど <laughs> なんかねながらですごいやっちゃうんだよね音楽かけたら本読めないなんかあのー、内容によるなんか内容によってかけちゃう時あるけど私も基本は無音で読むかなうん やっぱその方が入り込めるよねだからなんかその時点でちゃんと読もうとしてないなって思うんだけどでもなんかそのやっぱ生き急ぐなってみんなに言われるけど生き急いでるから結局何かしら同時にやってないとなみたいなのがあってそう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 なんですよもうなんかつ常日頃いろいろ考えながら動いてるから。うん うまあくでそう。えらいえら偉い,偉い。掃除はねなんか私ももうた,ただ結構自分のためにやってるけどいや主婦の皆さんとかえらいなって思う。だってなんか例えばだけど旦那さんと喧嘩してても旦那さんにご飯作らなきゃいけないでしょ。いや作らないかな私だったら, <laughs> 喧,嘩たら <laughs> 喧嘩してたら。喧嘩してたら。 私は今日作らないよって言うかもしれないけど偉いなって思うギター持ってあギターも、まあ、ダメなんだけどながら弾きとか結構しちゃうなんか見ながらなんかそのアニメとかつけたまま弾くとか,なんか新曲の練習とかってなったらねさすがに集中するけどそうあるよねあいじゃあ私もなんか明日ってそのちょっと特別じゃないですかそのスキー会場で。 スキー場でやるっていうのがだからなんかちょっとワクワクしてますねうんすごい楽しみだなっていう感じそ,うそ,うそ,うそろそろ終わろうかなじゃあそろそろ終わりたいと思いますが明日も明日会える方はねどうだろうどれぐらいいらっしゃるかわかんないんだけどあの本当にすごいはるばるになると思うから気をつけてきてください 流れ引きいいのかそう流れびきめっちゃやっちゃうよめっちゃやっちゃうけど「<laughs> 中こみさんありがとうこんばんはありがとうございます」とか言いつつそろそろ終わっちゃうんだけど <laughs> 終わっちゃうんだけど <laughs> それじゃあ終わりたいと思いますゆっくり休んでください皆さんもありがとうございます <laughs> ラジオ4つ <laughs> えめっちゃ面白いそれ <laughs> 私も声優さんのラジオ結構聞くかも声がいいし話が上手だから聞いちゃうよねわかる <laughs> ジャックありがとう明日あのー、ねちょっとなるべくちょっと写真とかも3人で撮りたいと思います雪国の中でじさちゃんもねスキーウェア多分はえ初めてかなちょっと聞いてなかったけど初めて着ると思うから楽しみですねまた地元に来てもらえるから。 はいというわけであの明日来れる方はもちろん来れない方もあのお待ちしておりますのであのよろしくお願いします。はい、<laughs> ねちょっとまたいろいろお話し,しようねそうあ。ありがとうしゅうだろくんそうみんなも明日もね寒いと思うので気をつけてください。ありがとうまたねお疲れ様でした。<laughs> おやすみなさーい。 バイバーイ。お疲れちゃんみんなゆっくり休んでね。ゆっくり休んでね。ちゃんとご飯食べてね。バイ,バイ。